アンセットオーストラリア航空はかつて存在したオーストラリアの航空会社。カンタス航空と共にオーストラリアの主要な国内、国際航空会社であったが、拡大路線の失敗や競争激化による業績悪化などによって2001年に経営破綻し、その後一部路線の運航を再開したものの2002年3月に運航を完全に停止し、2011年に生産欠了した。 1999年から倒産するまで、スター・アライアンスに加盟していた。キューロゴ・ダグラス d c 4コンベア CV-4401935 年に飛行家で、事業家のレジナルド・マイルズ・アンセットにより、アンセット航空として創業された。1937年に上場されたが、第二次世界大戦中は、アメリカ陸軍航空隊に貸し切られていた。戦後、 多数の航空会社を併合し、20世紀の後半、特に1980年代には最も繁栄した。この他にも、アメリカウエスト航空やリゾート事業などへの出資などを行ったが、これらの投資の多くは回収することができなかった。1999年4月1日には、世界最大の航空連合、スターアライアンスに加盟し、8番目の加盟航空会社となった。しかし、 その直後に、同社の業績は悪化し、2000年2月、同社を50%保有していた、ニュージーランド航空が、ニューズコーポレーションの出資分を引き取り、完全子会社とした。ライバルのカンタス航空や LCC との競争激化、ボーイング767型機の整備不良による運航見合わせは、運転資金を不足させ、さらに機体の老朽化がのしかかった。また、 数百万ドルを投じて、シドニーオリンピックの公式スポンサー権を取得したが、懸命でない投資と、周囲からは見られた。アンセットは、親会社であるニュージーランド航空の資金を食いつぶすようになり、ニュージーランド航空自体が、ニュージーランド政府の救済を受ける事態となった。2001年5月13日、アンセットグループは、関在人の運営下に入った。2001年9月14日、 早朝、関在人の決断によりアンセットは再建不能と判断され、航空機は子会社のものも含め運航を停止した。あまりに突然の運航停止、カウンター閉鎖のため、あらかじめ国際線のチケットを購入していた多くの人々に被害が及んだ。連邦政府の債務保障を受け、2001年10月1日、オーストラリアの主要都市間の運航が再開された。これは、 アンセットマーク2と呼ばれたが、結局2002年3月4日、すべての運行は最終的に終了した。その後会社生産を行い、2011年8月11日に元従業員たちへの最後の分配を終え、破産処理を決了した。なお、同社は1994年から2001年まで、シドニー・大阪・ブリスベン・シドニー間の日本路線を運行していた。 機材は当初ボーイング747から300であったが、1999年夏頃からはボーイング747から400に入れ替わっており、共にシンガポール航空からリースされていた機材であった。また、ボーイング747から400にはパーソナルモニターがすべての座席に設置されていた。ボーイング製航空機の顧客番号は77であった。 ありがとうございます。